ドジャース、大谷翔平投手は今季54本塁打と130打点で2冠を手にした。史上6人目の40本塁打&40盗塁、40から40を通過点に、前人未到の50-50も樹立するなど数々の記録を打ち立てたが、米データ会社がさらなる史上初を赤にした。映像、マミコ夫人がめっちゃ変わった。金鋭にファン興奮、素敵やわ。米スポーツのデータやニュースを提供するオプタスタッツは4日、日本時間5日、自社 X、旧ツイッターを更新し、翔平大谷は得点1位、安打4位、本塁打2位、打点2位、四球4位、盗塁2位においてメジャートップ5位以内で2024年のレギュラーシーズンを終えた。と紹介。続けて、打点が公式記録になった1920年以降、これらすべての部門で5位以内でシーズンを終えた選手は他に誰もいない、と綴り、大谷が史上初の偉業を成し遂げたとした。打撃成績に加えて、ホームに生還、先の塁を奪えるスピードを備えているからこそ到達できる記録。同社の投稿を見たファンからは、強盗、史上最高。大谷はすでに最高の選手だよね。唯一無二、ユニコーン、常軌を逸している、と称賛の声が送られた。大谷は常軌のカテゴリー以外でも、打率310、5位、出塁率390、5位、長打率646、2位、オップス 1.036、2位、などで5位以内。フルタイムの DH では